おじさん、後でね。ワイド捜査官だとか、そういう感じ。
数十年前から人の手によって刻まれた空間、この空間ができました。その間に私どもと清水建設と一緒になりまして、この計画をいろいろと中の環境を調べたり始めまして、何か利用はないかということを始めまして3年半経ちました。その中にいろんな方がこう来ていただいた中で、例えばイギリスからベリック・キングという方がいらっしゃったり、ナッシュがいらっしゃったり、いろんな人もニューヨークからいらっしゃったりして見てたのに、この空間すごい素晴らしいと、そういう経済的な価値だけでなくて、アートのポイントとしても行こうじゃないかというような話が始まりました。その時、渋谷のパルコで大変こう5万人も入ったというこのウォーホルですね。ありがとうございます。全般
に賜っていることで、ございます。月山大公衆でございますけれども、本来はそういうものだと思います。美術館で画集に入っている絵を見ることが美術の鑑賞ではない。また美術の鑑賞も絵を見るということだけでなく、伝える、つまりクリエイティブな想像的な刺激をこの空間が与えるという、そういう可能性を秘めております。このアンディ・ウォーホルの展覧会も一つの使い方であるなという感じを深くしておりますので、おそらくここにいらっしゃる方の中には、自分はこういう使い方もできる、ああいう使い方もできるというような方がいらっしゃると思う。事実、外国のそういうアーティストを連れてまいりますと、いろんなことをおっしゃっております。栃木県立美術館館長の大島誠司様です。それでは皆様方にグラスをご用意いただきまして、皆様と共に乾杯をしたいと思います。どうぞご出席の方々、ご準備の方をお願いしたいと思います。今回この大体こう書いてあるようなことで始まりまして、私どもここは決して俗っぽい言葉ですけどが、北
ていうのは大きな大貯蔵庫です。今お話で約1キロもあるんです。この下ずっと行くと1キロありまして、それをこう飲みの後でコツ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 取っていった1キロの空洞ですから、それをこう経済的価値にガラッと変えたんですね。でその変えるまでに大変こう時間と労力とか私どもとその、でそういう、 こう研究を徹底的にした中で、その貯蔵庫とかまたその活用方法をですね、どんどんこう研究してます。でその中でこの下ずっといろんなノウハウが集まってますんで、こう見せてないんですけどが、そういう研究の中で進めている中で、まあ、ここはそういう先ほどお話しありましたこう遊びみたいに出てですね、やはり見ていただいて100万人、50万人でも来ていただくような何かこう作っていきたいという計画を、まあ、立てております。これは本当に楽しんでいただくということです。でそれには関根先生、私どもの牛久保みんなこそ、また明日は磯崎先生ご一行いらっしゃるんですね。そうですね、別段見ていただければ何も言うことないんで、まあこのこう巨大空間とですね、地下の巨大空間と美術のコンビネーションというなあたりで、まあ、僕は本来彫刻家でして演出家でもアートディレクターでもないんですが、たまたま版画センターの和田脇さんに乗せられまして、こんなことまでやらざるを得ないという、まあこんなことっつって、これは大変な名誉なことなんであって、でまあ実際的に考えましたのは壁が非常に曲がってましたね。でピタッとその画面をくっつけた時にはうまくいかないんですよね。だから全部10センチばっかしこう浮かして、でその一個一個に照明を当てましたね。でその影を見ていただきたい、変なことですけども、一点の作品にこう一つ一つこう影を持ってますけども、それによってそのこの空間がですね意識されると、まあ変な言い方ですけども、そういうようなことをこう考えまして、仮に他の作家をこの場面でこの場所でですねお見せするというのは非常に難しいなというふうに思ってます。まあアンディ・ウォーホルは、まあ、遠くからですね仮に100メーター先から見てもアンディ・ウォーホルと分かる、そういうこうパターンの強い作家で、しかもこう原色がこう非常に強い、そういうことでね、なんか演出する上ではうまくいったんじゃないかなと、まあ自画自賛してるんですが、栃木美術館の大島先生が申された通り、なかなか現代美術というのは理解されがたいところがあります、そういう中で栃木の人たち、私ももちろん東京から参加しまして、関根先生も参加したわけですけど、ほとんどこの作業は、栃木の人たちがおやりになりました。それは大変大事なことだと思います。それとともにこの空間があったということが、これが何とも素晴らしいわけ でこの空間が別に意図的に作ったわけじゃなくって、つまり一人の明確な意思を持った、オーナーなり建築家がいて作ったわけじゃなくって自然にできてしまったというところが非常に面白いところだと思います。で私としてはウォーホルを提案したこともありますけれど、将来的には実はこのアートのつまり美術の展覧会だけじゃなくって、皆さんご存じの通り自然の舞台がたくさんあるわけですね。ですから演劇だとか音楽だとかいろんなパフォーマンスにこれからもここで熱のある企画が出ていければと思います。で先ほど渡辺さんが申し上げた通り、明日実は建築家の磯崎先生がここに来ます。それで実はそれというのは磯崎さんに私どもが、もう公表していいと思いますが、この秋の11月にぜひ磯崎新プロデュースによる一つのイベントを、やっていただけないかということを提案しています。もちろん磯崎先生がこれを見てどう思うかが一つの判断なわけですけれど、できればこの秋にもこれに続くような、またこれを上回るようなイベントがこの宇都宮の人たちによって組織されれば大変素晴らしいんじゃないかと思います。繰り返しますが、この巨大な空間というのは、多分日本中どこを探してもないと思います。でそれをうまく現代に生かした形でここで単なる経済的な問題だけじゃなくって、いわゆる文化の面で
ここがエネルギーを持った形で出発点となって、ここから何か生まれていくようなことができれば大変素晴らしいんじゃないかと思っています。微力ながらこれからもそういうことで私たちもお手伝いしていきたいと思っています。どうも。1年間ということに対して我々も精一杯やっていきたいと思います。でも本当にこの空間の魅力っていうものは皆さん見た人にしかわからない。言葉でこれから帰って家に帰ってこの空間はどんなもんだと表現しても、またカメラでもビデオでもなかなか表現できない。